はようございます。おはようございます。そしておめでとうございます。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくどうぞ。よろしくお願いします。爽やかな白のセーターで、まあまあね、ありがとうございます。いやまあまあローテーションなんですよ今日は。ちょっとなんか新年早々二日酔いでですね、うん、それでセーターでごまかしてんの爽やかを。そうそうそう、爽やかさごまかして、ね、でさらに相棒が欠けてるっていうところも ねあって、ほんとまたどっか行っちゃった。なんかですね、うん、一応 Google カレンダーで、うん、昨晩のタカちゃんの予定に、うん、あの翌日は検査なので食事は食べないって書いてあったんでまあなんかそういうそっからそういうことなのかなっていうのが。タカちゃん本当にお利口さんに過ごさないとね今年そうなんですよ。まあでも昨日のちょっと飲み会のおかげでいろいろ発展したことがあってですね、いいね、あもうこれほら動かないアクシデントからスタートの。そうなんですよ、マネビビンそうなんです。でもね昨日本当良かったんですよ飲み会が。あの親友とちょっと飲もうってなって、うん、あタジーのね。そうですそうです、うんうん、でさらにその親友と3人で飲もうってなってですね、うんうん、そこからスタートした飲み会で、うん、今回のこの新年一発目のやつ、うん、ちょっとまた心機一転をいろいろやるためにゲスト呼ばないでやろうかなって思ってたんですよ実は。いろいろ考えを、うん、でもしなくてよかったね。だって一人検査行ってたんだよ。そう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 、まさかのまさかのそうそう、相棒とともにやんのかと思いきや、うん、ダメだった。一人ぼっちだったかもしれないじゃん。そう、ね、そうなんですよ。私とタジじゃまとまんないよですよ ね。そこで、うん、白羽の矢が立ってさらにすごい方が登場したんで。ざわついてるの知ってるでしょ。なんかね、ですよね。カメラどこに位置するとかわーわーわー言ってるよ。そうなんかラジオ放送前から撮影会が、ね、始まっちゃってて、おかしいじゃない、ね、どうしたんだろうと思ったんですけどね、うん、じゃあ早速ちょっと簡単に紹介しちゃいますね、はい。まあ、ハタッチって呼んでるんですけど、ハタッチ本名ハタ高大さんです。ゲストは今日のよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願い。拍手多すぎ。拍手がすごい。おかしい。いつもよりなんかウェルカム度合いがすごいっすよね。女子は分かりやすい、ね、ちょっとイケメンすぎて何のイケメンすぎるわよ。何の仕事やってるか分かんないんですけど、ちょっと簡単に自己紹介してもらっていいですか。はい、私が、こうメインでやらせていただいているのが、うん、内装工事とあと現状回復工事だったりとか内装工事とか、あとおかしいおかしい産業廃棄物の運搬とかの会社を、はい、経営させていただいております。何これギャグなんかね予想外。つかみのためにその仕事を選んでるだろういや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 、そう、そうです。なんでなんか僕的には結構転職かなと思ってるんですけども、なかなかお客様に会うと、本当に解体屋さん大丈夫みたいな、本当に、まあ、ギャップ感面白いけどね何なんすか。いつからやってるんですかそれ。ですね、建設業自体に従事させていただいたのは、まあ中学卒業してすぐになるんで、うん、もう15歳6歳ぐらいの時には、はい、心差しがはっきりしてなんでそれ、なんでそんなピシッとするの。でもその当時は全然そんななんか高い志とかそういったことではなくて、うん、もう本当に単純にもう肉体労働のアルバイトっていう感覚で、うん、アルバイト感覚で普通に、うん、はい、うん、やらせていただいたような感じで、うん、まあ、徐々にやっていくうちに、まあ、楽しくなってきて、うん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 、肉体は一応キーワードなんだな彼の人生の中でね。やっぱり肉体だってこう、だって明らかに胸板の厚さがね、おかしいんですよ。ちょっと横向いてみて、はい、ほら、おかしなことになる。あ、脱ぐあ、いいっすよ、暑かったら脱いでください。暑かったら暑がりで。あら、ちょっと待って、これそれで温度上げてるの、もしかして結構、そういう技、はい、暑くて、そういう技。今日いつもより暑いっすよ。暑いよね。タチちょっと暑いですよ、ね、寒いと思ってセーター着てきたらすっげえ暑いなと思ってちょっと技があるかもしれないよ、はい、あららららら、もう一枚いく。まあまあ、いいっすよね、まあまあちょっともうちょっと、ちょっと、はい、もうちょっと暑くなってきたらちょっとまた脱ごうか、はい、すみません。じゃあ徐々になんてね、いいな、徐々に、はい、ずるいな、技持ってるすごいですよ、ね、志と筋肉がすごいもう本当にいい
これ何なんですか、こうやっぱ仕事上鍛えてちゃう感じなんですか、はい、肉体労働なんですか、はい、どういうことなんですか。ですね、もうまあ、肉体労働は肉体労働で全く別に普通にもうやってて、うん、今現場の方に出る機会よりもどちらかといったら裏方というか丸ほどが多いんですけども、うん、普通に趣味でですね、うん、ボディービルの派生競技のメンズフィジークという競技に出ておりましてですね、趣味やっぱり、はい、ちょっとこんなしたりこんなしたりこんなしたりするやつでしょ。そうですね。そうやっぱりな、おかしいと思ったんだよフォルムが。ですよね、形が変だろって言って。昨日も飲んでる時に、いや今日はゴールドジムでしばき上げてきました、ね、その、そのフォルムやばいでしょ。そしてその小さな顔がくっついてんだよ。いやいやいや、身長も何センチだ。身長185センチですよ、ね、なんすかこの点数。敵なし。いや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 、そう、ね、大丈夫、隣に座っててこっち来る。いやちょっと遠近法でね。どうしたらいいんだろうな、もう。でもこういう人現場来たらちょっと戸惑いません？解体の現場来たら。そうだよね。なんか素手でやってくれるのかなって思うね。フィジークっていうのはこう、はい、あれ？ボディービルとフィジークなんかどう違うんだっけ、はい、ですね、ボディービルっていうのはブーメランパンツみたいなポージングスーツを履いて、うん、ポージングスーツって業界では言うんですけども、そうなんですよ、まあビルダーパンツですね。それは履かないの。履かないですね。メンズフィジークの方は、まあ、ボードショーツ、はい、サーフパンツですね、うん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 、を履いて、まあ、イメージ的に言うと一回りボディビルよりも小さいというか、うん、はい、でどちらかというと、まあ、トータルで評価されるような感じで、うんうん、はい、でもポージングするんでしょ。意外とその筋肉を誇張するようなポージングをしなくてですね、こう片手を腰について、うん、こう爽やかにこうリラックスしたっていう感じの定義が書いてあるんですけども、でも難しい、なんか難しいな。実際はみんなすごいこう笑顔なんですけど、うん、めちゃめちゃプルプルしてる、もうずっと力入れてるんで、はあ、でちょっともう肘当たったらこう肘こう、もう面白い、ねね、ちょっと見に行きたいね。面白い、見たことないらしいですよ。そうなんですよ、もうぜひぜひぜひ、面白いんで本当に、ね、結構今競技人口も増えてきて、はい、ね、気がついた、うん、本来の仕事の話してるより今のが生き生きしてる、生き生きしてますよね。バレてしまいましたね、完全に。うん、明らかに結構胸筋ピクピクしてるって。胸踊ってますね。熱くなってきたのかなと思って。そうだ。なるほど、そうですね、まあちょっとだ、じゃあいいですか、ちょっと熱いんで、まあ、今日はしょうがないです、なんかしょうがないな、でも本当にもう喋ってると、そうそう、うん、そこんななんか熱い予定では、空調ミスですよ、今日は、なかったんですけども、なんだろう、なんかあれ今日見れるんですか、フィジークが、いやいや、すみません、あれ、うわー、すごい、すみません、お正月で、ライブの皆さん見てください、この肉体が、おめでとうございます、すいません、見てください、朝から、朝からすみません、すごくないですか、いや、すっごい、全然そうです、ちょっとこんなことしてみて、なんかちょっとポーズないっす、うわー、すごい、あ、超いいね、消えますよ、Facebook、ありがとうございます、ちょっとこう背中をこうするやつ、あ、背中ですか、そうそう、ほーら、うわー、すげー、うわそれね、はい、そう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 、盛り上がる、すごいわこれ、絵がいい、絵がいい、ラジー、はい、1回目にぴったりのゲストさんでしょ、ね、こんな盛り上がっちゃって新年早々暑苦しくてすいません、もうすぐ二十歳にあら明日来ないって、もう最高、最高なんですよ。でも一応仕事にも生きてるんでしょ、その肉体はね。そうですね、生きてますかね、はい、掴みはかなり OK。 そうですね、ありがたいことには覚えていただきやすいんで、あの筋肉の人みたいな。インパクト強すぎ、ね、え、何の仕事してるか忘れちゃった。なんかトレーナーの方ですかね、ゴールドジムのね。そうだよ ね、 ね、わざわざね、そうだね、来てらっしゃる、ね、ちょっと一回休憩で音楽入れてるんで。そうですね、ちょっとクールダウンしてきましょうか。タイトルがいいかなと、間違い探しというね、そう、間違い探しという曲を一曲挟んで休憩取りましょうか、はい、お願いいたします、はい、
素晴らしい写真撮影でしたね。いや撮影会すごかったですね。すごかったですね。これあの全国にこう流しますからね。カメラ女子たちの温度感がちょっとやばかったと思うんです。ありがとうございます。今勧誘してたんですよ。ぜひクリスタルのアイドルとして参加してくれないかって筋肉に語らせればいい。本当本当。いやそれでですね、うん、彼はあのフィジークだけじゃなくて、うん、この前目覚ましテレビでも映像で彼出てたんですけど、本当ミスター何でしたっけ、なんか選ばれたんですよね。はい、ミスターグローバルっていう、うん、あのミスターコンテストの方の、うん、2019年の日本代表として。嘘、はい、それ先に言わなくて筋肉の話ばっかりなっちゃって後から言わなくて本当、はい、素晴らしい。いやもうありがたい限りで、もう本当周りの皆さんのおかげで、はい、出させていただいて、で、まあ、あのそれで特に何か賞とかは全く取れなかったんですけども、うん、でもあのすごくいい経験はさせていただいて、うんうんうん、本当に視野が広がりまして、うん、あの2週間タイであの各国 の代表のミスターと、はい、共同生活をしながら、そうなんだ、さまざまな撮影だったりとかさまざまなアクティビティをしながら、で一番最後の日にファイナルといって、まあ、審査があるんですけども、うんうん、すごい経験。そうだから本当にもうどこに向かっていくんだろう。本当よ、どこに行こうとしてるの。あんまり向かっていくんですよ、ね、そうなんですよ。多分あんまりハンドルをちゃんと握ってこっちに行こうっていうのをやったことなくて、うん、楽しそうな方向にアクセルだけガーって踏んじゃうんでちょっと、はい、自分でもたまに大丈夫かなと思う時もあるんですけど。本当、はい、最初にスーツ着てた時はね、はい、そんな様子はかけらもないんだけど、本当ですか、脱いだ途端なるほどねっていうねなるほど、もう全開ですよ、うん、一気にパワフルでね。で昨日ちょっと話聞いてて、うんうん、まあ、そういうタイトルも取ったし、いろんな賞で、ね、うんうん、いろんな賞を取ったしっていうので、うんうん、じゃあ今後どうすんのみたいな話をしたら、うんうん、ちょっと面白い展開があると。何聞いてます。なんかその辺教えてもらって。聞かせて聞かせて。はい、まだちゃんと実際にすぐにそのサービスがリリースできるっていう状態ではないんですけども、うん、今後の、まあ、自分の今夢というか、うんうん、してありまして、もともとやっぱりそのフィットネス関係の仕事をやりたいっていうのが、そりゃそうでしょ、はい、分かるわよ、最初の仕事の説明がおかしいだろ、はい、間違い探しをだからしようかなと思って。なるほどなるほど、よかったよかった。そうなんですよね。なので、うん、まあ、そっちのフィットネスの方で、うん、ちょっといろいろやりたいなと思っていて、で、まあ、その中でも特にやっぱり建設業って結構大きな問題の一つの中で人材の獲得がすごく難しい、うんうん、はい、もう建設業の従事者数がどんどん減ってって、そうなんだ、はい、もう本当に若い人も少なくてっていう感じで、まあ、そのやっぱ、まあ、人材の獲得が難しいなっていうところと、で、まあ、それはやっぱ建設業だけじゃなくて他の職業もやっぱり言えることなのかなと思うので、う、まあ、やっぱそういったところでやっぱり福利厚生とかそういったことを充実させて、やっぱりなんていうんですかね、他にない自分 の会社に来てくれた社員にはその他にないなんかこう、まあいろいろなことを向上させてあげられるようなものがあればいいなと思って、サポートできたりね。そうですね、その中でやっぱり健康、まあ、筋肉っていうとちょっとハードルが高いんですけども、健康っていうとやっぱ皆さん絶対に、ね、はい、ね、生涯のテーマだと思うので、う、まあ、そういったところで社員さんの健康に寄与できるような福利厚生サービスを提供できるようなことをやりたいなと思って、新しく新規の事業で考えておりまして、はい、まあ大体こうちょっと語弊があるかもしれないけど、うん、ガーッとなった人ってさ、うん、そればっかりなんだけど、うん、ちゃんとしてんのよね。またそのギャップ感がさ、いやいやいや、でも、ぜひリーダーとしてね、そうなんですよ、本当にどんどん出てってほしいわ。今健康経営がね、キーワードですから、ね、やっぱ働き方改革はもちろんですけどね、そこにやっぱ食い込んでいくわけでしょ。そうですね、すごいな、こういうリーダーいないからな。いやそうですね、まあ、来年勝負だね、本当 ね、はい、今年から来年にかけて ね、 そうですね、表に出る時だね、うそうです ね、 ね、うん、もう頑張っていきたいなと思います、本当にもう。おじゃあなんか2020年はその準備がメインになってくるのこと、もうコンテストとかこう、はい、いろいろどうなっていくんですか、はい、活動的にはこの1年は。ですね、先ほどそのやっぱりこういうのやってる人はもうそっちの方ばっかり行っちゃう人が多いけどっていうことで、うんうん、実はもう昨年までもうまさにその典型でして
もういろいろなことを生き切ってましたね。もうアクセル踏みまくってなるほどね。はい、でも完全にちょっと、まあ、ちょっと良くないなっていうこと、まあ、逆にそのミスターグローバルに出させていただいたのが非常にいい経験になりまして、うんうん、ちょっと自分見直すもあるし、そうですね、人を見る機会にも、ね、はい、なったのかもね。もうやっぱりまあ体を鍛えるっていうのは別に人生の全てではなくて、人生の全てみたいにちょっとなりつつあったのでなので人生の全てではなくて、まあ、あのその人生をこう楽しくできる一つのツールとして、で、やっていこうと思って、で、まあ、それは、まあ、体鍛えることはずっと続けていこうと思うんですけども、まあ、その他で自分がちょっと今おろそかにしてしまったこととかもあるので、はい、とあとは新たな挑戦も含めてしていきたいなと思って、はい、今度はみんなのためにね。そうですね、もうちょっとあの自分と向き合う時間は大切とは言うんですけども、自分と向き合う時間ばっかりになっちゃって、ほぼ鏡を見て、よく気づいたね、キキキキってね、偉い、よかったね、客観視が持てたそうですね、ありがとうございます。そのなんつうんだろう、はい、めっちゃまっしぐらに鍛えてる時って、はいはいはい、社員とか仲間って はい、どういう目線で見てるの、社長がこう。そうですね、あの僕あのでも本当ありがたいことに、うちの社員に関してはみんななんかあの、まあ、の応援に来てくれたりとか、あのすごい、まあ、優しいんですけども、うんうん、あの僕逆の立場だったら、うん、なんだよこいつって思いますか、うん、絶対にそれなんかさ、自覚してるとこがいいんだよ、ねね、あの自覚してないで分からんちんだと、うん、みんなついてこないんだけど、うん、自覚しながらやってるのは多分伝わってるんだよね、うん、なるほどね、だからしょうがないなって言うんだよそのミスターグローバルもやっぱり2週間ぐらいこう日本を開けなければいけなかったんですよ。そうだよね、はい、そこも、まあ、なんかもうありがたいことに、あの逆に自分がこう離れたことによってまたあのうちのメンバーもこうパワーアップしてこう、うまく2週間の間も何もなくうまく回せていたので、だからほら真面目だしちゃんとしてるところも含めてだからみんな、ね、大好きなんだ、きっと。でも本当にもう、ね、信頼関係取れてなかったら本業じゃなくて出張でもないのに2週間何しに行ってんすかみたいないや本当そう思いますね、うーって頼んだってね僕たちのボーナス増えるんですかね本当思いますね、それも、ね、逆の立場だったら本当にもう、いやそれは信頼ですよ、もうありがたいですね。どうやって生んでったんですか、その絆は。ですね、でもどうですかね、なんかその明確にっていうのはないんですけども、あの今その、その内装業の方で、うん、あのメインで自分と一緒にやってくれてるの、うん、彼があの、今今年25歳で、うんうん、若い会社だね。そうなんですよ、平均年齢がだいたい20前半くらいになってきてしまうので、はい、でそのまあ彼がその僕が独立するって言った時に、うん、あの一緒についてきてくれるっていう感じ で、うん、でまあ、本当にまあ全然もうあの別に今でもすごく安定してるってわけじゃないんですけども、うん、そのやっぱ当時はやっぱもう全然もう今よりももっともういろいろな大変な時があったので、うん、まあ、そういった時からこう支えてくれてるメンバー、ね、大事だよね、はい、なので、うん、結構長い付き合い。そうですね、付き合いが普通にやっぱ時間が長いですね、一緒にいる時間が、うん、はい、でもあれじゃない、ズバ抜けて若いんじゃない、業界的に。あ、そうだと思います ね。なのでやっぱりその若いからこそやっぱりこのできることもあるんですけども、逆にこうやっぱあの年功序列のやっぱ日本ではこの特に建設業なんかだとやっぱりあの年いってる人の方が経験年数が長いのでこう腕がいいっていう認識が多いので、若い人ばっかりで大丈夫みたいなことを言われたりするんですけども、逆になんかもう要はそのなんか大丈夫みたいなハードルで見られてるん で、まあ、ちょっと超えてあげればっていうか、あのちゃんとしたサービスを提供したりすればあのちゃんと認めていただけるんで。なるほど、はい、まあ、でも説得力あるけどね大丈夫だ、やるだろうな、そうそう、ね、やってくれるだろう、コミット力あるだろう、うん、圧ですかね物理的に。あの彼が載ってるサイトとか検索してみて、うんうん、めっちゃ解体のとか、うん、その建設の記事書いてあるんですけど、うん、明らかにこういうタイプの人が他のサイトにはいないからそうですね、絶対問い合わせ多いんだろうな、これ一人勝ち確かにそうですね。いやもう全ての魅力を出し切ってね、本当に振りまいていってほしいと思う。でも今後あれですか、フィットネス系伸ばしてったら、はいはい、そっちをこう割合が多いのかな、はい、どうなっていくのか。どうですかね、まあ、でもあのやっぱりその本業の内装の方は大事なあの本業ではあるんですけども、うん、まあ、やっぱりあの
そのフィットネスの方はフィットネスの方で、うん、ちょっとやっぱりあのしっかりやるんであれば本当にちょっと真剣に取り組んでいきたいなと思うので、うんうんうん、自分の時間の書き方的にはやっぱそちらの方が大きくなってくるのかなとは思うんですけども、うんうんうん、いや昨日ちょっと、うんまあ、どこまで言っていいのか分かんないですけどね、うん、あのうちがちょっとモデルケース なりたいっつって、うんうんちょっと次マネビ移転考えてるんで、うん、拡大の、うん、そこに筋肉スペース作ろうかなとありがとうございます。よくないですか。え、タジこんなになっちゃうの。いやいやもう目指してここまでは目指されて言っときながら数年後出てったらちょっと止めてください。だってタカちゃんもほら行ってるじゃん。タカちゃん多分やり込んじゃいますよ。タジになったらちょっとびっくりしちゃうな。みんなこうなってたらやばい。みんな出張行きまくってたらやばいですね。なんかね。もうここがやっぱもうマネビになるかもしれないですね。作るかマネビタンクトップちょっと社内でクリスタルも入れといてもマネビクリスタルでね鍛えるんですよじゃあ入るからには鍛えないといけない面白いえそういう時はなんか機材のアレンジだとか、はい、トレーニングのコーチとか、はい、そんな感じなんですかイメージそうですね、まあ、あのいろんな方向性は考えているんですけども、うん、やっぱり、まあ、あの今やっぱパーソナルトレーニングジムって多いと思うんですけども、うん、やっぱり多い、はい、でもやっぱり実際に通われている方って多分結構少なくて、うん、少なくてというか、まあ、一部の層の方だけ で、うん、でやっぱりあの従業員さんとかもやっぱりそういったあのパーソナルトレーニングってすごくやっぱ本当にいいものなので、うん、1対1でトレーニングが聞けるのでやっぱりそのあのフィットネスクラブに行って自分でトレーニングするよりも圧倒的に効率的に、うんはい、目標に近づけるの でやっぱそういったことをちょっとあのサービスの中に入れていきたいなと思って、うん、なんでそのパーソナルトレーニングがその福利厚生として社員さんが、うんまあ、社外または社内のトレーニングルームがあれば、うん、あのそこで受けれるなと思いまして、うんうん、ちゃんと考えてんだよ、はい筋肉で筋肉で考えてたよそうですね脳があるあらゆるとかねいやでも大事だよね、うん、なんかやっぱ筋トレとかしてると仕事にもどんどんいいっていうのはやっぱ、うん、本とかにも結構読んだら書いてあって、はい、パフォーマンス上がるんでしょどんどんあもう上がると思いますね明確に上がると思います、ね、本当にあのやりすぎちゃうとやっぱり良くないなっていうのを学んだんですけども、うん、何事もやりすぎは良くないなっていうこともはい学んだんですけども、うん、でもやっぱりあのや絶対にこのやっぱ、うん、そのまああの目標に対してそのコミットしていく力だったりとか、うん、こういろんな目標の立て方とか、うん、もうやっぱいろんなそういったいろんなルートがをあの自分の中で考えれるので、うん、トレーニング しながら、うん、すごくいいことだと思いますねトレーニングは本当になんかさこう筋トレって人によってはちょっとハードル高いけどでもやっぱりその今の目標設定の話はもちろんですけどそのなんかなんだろうホルモンの名前とか忘れちゃいましたけどやっぱ前向きにさしたりアデドダディンなんかそうそうそうなんかそんな感じアデドダディンニャムニャムニャムそうそうそうなんかでも本当いいらしいんですよ仕事に対してだからやっぱオフィスにも用意したいなと思うしだけど最初のきっかけが微妙にハードル高い人は高いかなって思っててなるほどなるほどなんかねその最初の一歩がみんな踏み出せれればなんか利用率高まるんじゃないかと思うんですけどね確かにそうですねどうなんだどうしたらそうなるんだろうなそうですね確かになんかこう確かにあのダイエットジムとかでも結構この、まあ、まあ僕みたいなと言うあれなんですけどもこのなんかもうムキムキの人がこう出てきてこう、まあ、どうだこの体になりたいだろうみたいな感じが結構強いんですけどもわかるわかる言っちゃった人たちねそうですね多分、まあ、中には多分あこんなこの体になりたいと思う方も多いと思うんですけども中にはやっぱりなんかいやここまではいいやってはい思う方も多いと思うんで、まあ、なんかもっとそのなんかもうなんていうんですかね、難しくそのなんか筋肉を作って筋肉をつければ代謝が上がってとかじゃなくて、なんかこう本当に例えばもう僕なんかやっぱもう本当歯磨きみたいにこうやっぱトレーニングしないと気持ち悪くなるんですよ。もう日常生活の一部になってるんで、それぐらいのまあハードルの感じで、あのそれぞれに合ったトレーニングができるのがまあ本当の意味でやっぱパーソナルトレーニングなのかなと思う。はい。そうだよね。
一人一人の要望、いや確かに僕パーソナルトレーニング受けたことあるんですよ、うんうん、で、まあ、まさにゴールドジムで、うんうん、ですごいそうなのボディの方が、うん、いやただまさに今の話で、うん、やっぱ僕もそこまで求めてはないかなっていうところがあったんで、うんうん、そこのねさじ加減ってね、うん、一人一人あるよね、うん、そうですね、まあ、その辺もじゃあ今後、はいはい、展開を見据えていらっしゃるってことですね。そうですね、もう、はい、じゃあ健康系目指す人に、はい、ぜひ取り入れてもらいたい。そうですね、経営者にまず訴求した方がいいですよね。そうですね、了解です。ねえ、じゃあ違うモデルケースになりますんで、あーもうよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします最後に一言だけ、はたっちにとってかっこいい大人とはっていうのをいただいて、はいはい、終わりたいと思いますが、なるほど、一言、かっこいい大人とは何ですかね、はたっちに対して。かっこいい大人、そうですね、俺でもいいですよ、俺がいやなんかやっぱ、まあ、見た目とかもまあ当然やっぱりあれなんですけども、うん、やっぱこう、まあ、人間としてってなってくると、うん、やっぱり、まあ、あのそのさっきのまあパーソナルトレーニングの話もそうなんですけども、うん、まあ、やっぱりその従業員さんにとか、うん、こうやっぱあの家族にとか、やっぱこの目の前の人のことを考えれる、うん、人ですかね、成長した、もう本当去年まで本当自分ばっかりだった、ね、まだ1ヶ月経ってないよもうすげえ最近の話ですね、今年になってからでよかった、ね、気づきが大きくてよかった、ね、そんな二十歳ですか、今後はもう本当に大活躍していくの、うん、本当間違いなくないですか、もう、ね、もしかしたら本当にクリスタルのマジアイドルになってるかもしれない、ね、かもしれないんで、まあね、お願いします。20年幸先スタートということでね超良かった、いやー良かったです、いや今年はね、うん、さらにスピード上げて、本当ですね、いやまさにこれ奇跡的な男子とも出会いましたので、ちょっとタカちゃんともミーティングして、今後のゲスト、うん、また楽しい人呼びたいなと思いますので、学びは見逃せない状態ですよです ね, ね。で春頃にね、ちょっとコンセプト変えていこうかなと思うんですけど、うん、引き続きみんなで楽しんでいければなと思いますので、はい、今日のゲストの畑光大さん、ありがとうございました、うん、ありがとうございました、はい